皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今月もですね、化石発掘総括の時間がやってまいりました。まあ10月はですね、本当にソース感といった感じで、全然成果が上がらなかったんですけれども、11月はですね、それなりに成果も上がっているし、チャンスを逃しちゃった月でもあるという感じなんですけれども、まずですね、11月の3日だったんですけれども、まあ自分は上の方、多分一番高いところで掘ってたり、そこからちょっと降りたところで掘ってたりして、なかなか出ないな出ないなって言って、まあ結局3日は坊主だったわけですけれども、そのずっと下の方でですね、なんとですね、オウムガイ、しかもかなりでかいやつが出たんですよね。まあこう、写真これなんですけれども、まあ大人の人が両手で持ってこの大きさなんで、まあ直径がだいたいもう20センチくらいはあった感じですよね、オウムガイの。はい。これが出てきたんですね。で、まあ午前の部に参加してたお客さんが見つけたんですけれども、まあ時間内にちょっと掘りきれなかったので、その日ちょうど参加されていた、まあ、福島県立博物館の職員さんがいらっしゃってて、まあ、その方が午前とあと午後を使って、まあ、掘り出したものなんですけれども、まあ、こちらですね、当然ながら没収ということで、まあ、いずれ、アンモネットセンターにこう展示されるんじゃないかなと思うんですけれども、それからですね、11月の9日だったんですけれども、なんと首長竜の歯が出ましたね。もちろん自分ではないんですけれども、それがですね、なんと自分が直前に掘ってた場所から見つかったということですね。しかもこの斜面の表面にもう見えてたっていうことで、完全に自分が見落としてしまってたものだったんですね。はい。なので、まあ、今月はこの2大化石を取り逃してしまった。まあ、オウムガイはちょっとね、別場所で掘ってた方が見つけたんで、まあ、それはちょっとね、完全にこれはチャンスがなかったかなと思うんですけど、まあ、首長竜の歯に関しては本当にね、掘ってた場所で完全に見落としたっていうことだったので、まあ、ちょっと残念でしたね。はい。はい。で、まあ、今月取れた化石の中で目ぼしいものは、こちらになりますね。はい。まあ、一応、アンモナイトが2種類、それから、まあ、サメの歯とか、歯の類ですね。歯の類はもう結構出た感じですね。これ以外に出てるんですけど、まあ、お土産として提供したりしてるものもあるので、これが全部ではないんですけどね。はい。それから、琥珀ですね。はい。まあ、透明度も高くて綺麗なものから、ちょっと白く濁ってるようなものまで、まあ、結構出てますね。はい。で、まあ、やっぱり総じて言えるのは、完全な、綺麗な形で出てないっていうことなんですよね。はい。残念なことに、まあ欠けてるとか、まあこのこちらのアンモナイトで言うと、まあこの間動画出した時にはまだ石に埋まってた状態のアンモナイトなんですけれども、これね、まあ渦巻いてて、縫合線も出てるので、まあアンモナイトだってわかるんですけど、ただちょっと表面の殻がなくて、まあどういうロックの形をしているかがわからないんで、ちょっと種別はわからないアンモナイトなんですけど、まあこういうふうにですね、こう完全な形でやっぱちょっとどうしても出てこないんですよね。うん。で、まあこれに付け加えて、11月30日、まあ今日取ってきたものの成果なんですけれども、はい、こちらになりますね。まあこれも結構バラバラになっちゃってるんですけど、まあこのまっすぐなライン、まあ、このようにつながってるかどうかはわからないですけどね、これがちゃんとつながってる、連続してるものなのかはちょっとわからないですけど、まあ、並べてみるとこういうふうにですね、こうまっすぐになってるんで、
これはまああのポリプチコセラスという、まあ、あの書類のクリップみたいな形のアンモナイトがいるんですけれども、それじゃないかという話もありつつ、まあ、ちょっとねこう曲がってるんで、本当はこうまっすぐじゃなくてやっぱりこう巻いてる、ただし巻いてるけどあのすんごいこう緩やかに巻いてるようなアンモナイトで、スカラリテスっていうのがいるんですけれども、本当にねあのまあ一応こう同心状にこう巻いてはいるけども、あの完全にゆるゆるに巻いてるような感じのアンモナイトなんですけど、それじゃないかという感じなんですけど、いささかそうこういうそういう形になって見つかってるわけじゃないんで、ちょっと分かりかねるというところですね。はい、まあでも一応アンモナイトでしょうということでしたね。はい、というわけでまあ今月は締めにまたアンモナイトを見つけることができました。はい、まあ、付け加えて、ちょっとゴミみたいなサメの歯が出てるんですけど、まあ、これは、まあ、掘ってた瓦礫の中にあったやつを見つけたやつで、こっちはですねあの壁からあの先っちょが見えてたんですね。壁からこう先っちょが見えてて、それをこうハンマーで叩いて取り出そうとしてて、まあ、あと2発くらいハンマー叩けば取れるなと思った時の1発目でドンといった時に、これがピョーンって飛んでっちゃって、でどこ行ったか分かんなくなっちゃって、まあ散々探した後もう午後の部の終わり頃になって瓦礫の中から見つけましたけれども、ちょっとですね、半分くらい、割れちゃって、見つかりました。もしかすると綺麗に入ってたかもしれないんですけど、ちょっと欠けちゃいましたですね。はい、はい、というわけで、まあ、11月は結構いいものが出てきた感じだったんですけれども、まあちょっとね大物を逃したっていう残念なこともあったわけですけど、まあそうしてまあいいものが出てきたんで、まあいい月だったかなと思うんですけどね。はい、でまあ次の体験発掘からまあ12月に入っていくわけですけれども、11月30日、まあ、今日の体験発掘はですね、まあ、晴れてはいたんですけれども、なかなかこう日が当たらない、ちょっとまあ雲がずっとこう出てて、まあその隙間からこうたまにこう光が入ってくるんですけど、こうずっと日が当たってなかったもんですから、まあ気温はですね非常に低い状態で、寒かったですね、午前も午後も。はい、でまあ明日はどうなるかなっていう感じなんですけど、まあ12月入っていきますとね、さらにいい気温下がっていくと思いますので、まあ、体験発掘にこれから参加されるという方は、まあ、十分な防寒対策をして、まあ、風邪などひかないようにしていただきたいと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。で毎度お知らせしているところですけれども、まあ、化石の発掘の最新の情報とか、まあ化石の、まあ、クリーニングをしているとかいうところの、まあ、写真とかはですね、ツイッターとかインスタグラムで、上げていきたいと思いますので、そちらの方も検索フォローよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。